よね。ブロックないよ。あ、すごいすごいすごい。見えない見えない。ロックオンカーティブハロー、カミちゃんときめき宣伝部、みなさんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今インドネシア語でご挨拶をさせていただきました。はい、キタちゃんなんて言ったんですか。君のハートにロックオン、私たち超ときめき宣伝部です。はい、と言いました、ご挨拶しました。はい、以前インドネシアのお菓子を食べてみたという動画を YouTube で公開させていただいたんですけども、インドネシアの方をはじめとして多くの方に見ていただきました。皆さん覚えてますか。もちろんあるよ。いろいろ食べました。エナでした。はい、ということで、あのリリースから時間が経っているにもかかわらず、今でも私たち超ときめき宣伝部の好き超バージョンという楽曲は、あの多くの国の方々にたくさん聴いていただいていて、実は、はい、インドネシアで聴いていただいている方が一番多いんです。すごい。今回はインドネシアのお菓子を食べてみたの第2弾、インドネシアのインスタント麺を食べてみたー。やったー。最高。大好き大好き。辛そうだよね。どんな味なんだろうね。怖。前回のチップスもすごい辛かったじゃん。めっちゃ辛かった。キトちゃんがなんか顔洗うみたいな動きしてたでしょ。すごかった。はい、ということでそれでは早速やっていきたいと思います。それではインドネシアのインスタント麺を食べていきたいと思います。イエーイ。楽しみ。その前に最初にインドネシアの甘い飲み物をいただくということで、何ですかこれ。緑茶。緑茶。緑茶って書いてある。グリーンティー。グリーンティー。ストローかわいいね。かわいい ね、 かわいいね。これ飲めるかな。みんな形違うね。かわいい、かわいい。早速飲んでいきますか。じゃあいいですか。はい、じゃあやっとセラママカ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 、なんて言うんだろう。乾杯。甘いね。甘い。美味しい。美味しい。エナ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 。こちらはインドネシアのあの人気の飲み物のブランド、ヌーグリーンティーなんです。ヌーグリーンティー。ヌー。インドネシアは甘いもの、甘い紅茶、お茶が基本なので、グリーンティーといってもインドネシアとは超甘いです。確かに日本のと全然違うね。全然違うね。甘いって何て言うんですか。マニス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 。でもなんか後味すっきりしてね。そうだよね。好き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 。最初は甘いものから始めて、これからどん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 辛くなりますので。どんどん楽しみ。楽しみ楽しみ。頑張ろう。じゃあ続いていただいていきましょう。じゃあ皆さん目をつぶってください。はい、緊張してきた。パン。おお。あ、ちょっと色さ、ちょっと赤いよ。ね、赤みが赤いよ。美味しそうだね。美味しそう。めっちゃ美味しそう。ね、クルクルして。辛いそうな匂いする。甘い匂いしない。すごい赤い。え、甘い匂いはしなくない。そう。じゃあ早速食べていきましょう。じゃあ、はい、お手手を拭いて。見たことある、これパッケージ。え、あー、なんか、なんかミーゴレンって有名な。有名だよね。ミーゴレンは前食べてるね。前だ。お好みで唐辛子を加えてください。これ、これはいいの。変わってるの。赤いつぶつぶ唐辛子の。赤いつぶつぶめっちゃいいのよ。じゃあいただきますよ。せーの、セラマナカン。思いっきり割れ箸失敗した。赤いつぶつぶ若干、うん、どう？辛い？え、じゃあ辛くない。辛くない。あ、いただきます。セラマナカン。セラマナカンだね。うん。めっちゃ美味しい。うんうん。全然辛くない。うん。日本の塩焼きそばみたいな。うん。ちょっと辛いよ。えな。え、辛いよね。辛いよね。辛い。え、辛くないよ。あ、なんか舌がしびれる。
辛いよね。辛くないよ。え辛くない。よくなった。え辛くないよ。10分の3ぐらいは来てるよ。辛いよ。辛くないよ。でも辛くない。辛いけど美味しくない。あの美味しい。美味しい美味しい。耐えられる。これは美味しい辛さ。なんか甘さない。甘い甘い甘辛い。甘い。マニス。マニス。マニス。超エナ。間違えてる。こちらはインドネシアの人気のナンバーワンのインスタントラーメンのブランド、インドミです。以前はミゴレンを食べてて、これがインスタントラーメンのバージョンのミゴレンですね。日本にもこれで売ってます。あ、やっぱ美味しい。もう完食しちゃった。美味しくて。私この後どうなるのかしら。心配なし。あの今日もあの無理はしないでいただいて。完食。辛いけど好き。好き好き。じゃあお目目開けますよ。せーの、ドン。え、あ、え、でもなんか、え、なんかさ、追加された。でもさっきさっきより赤みが増したね。え、赤くなるの？麻婆豆腐みたいな香り。あ、本当だ。めっちゃ美味しそう。赤み増してるじゃん。あ、比較してますよ。もう結構違うじゃん。結構違う。え、結構上がってるよ。これ大丈夫？赤くすると違うわ。いただきます。あ、パッケージも来たよ。あ、なんかこれちょっと辛そう。ちょっと辛そう。ね、色が赤いよこれが。赤い赤い。あ、一顔しだ。テダス。テダス。テダスは辛いという意味です。え？もう辛いだけ。辛いって意味だって。テダス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 。本当だ。書いてある。テダス。テラマ。テラマ。テラマカン。テラママカン。まだいける。歯はいける。ああ、美味しい。いただきます。ひとかは？ひとちゃんはちょっと危うい。え、いけるよ。全然辛くない。さっきより辛くない。え？いくよ、吸うとちょっと見せそうになる。さっきの。さっきより辛くない。さっきより辛くないよ。甘さはさっきの。え？さっきより辛くないの？こっちも美味しい。美味しい。美味しい。甘さがなくなった。私ほらなんかさ、日本で言うなんかライブみたいな感じ。え、そう似てる。ほらこっちの方が辛いよ。え、ほら合ってたじゃん。美味しい。え、なえ、さっきの方が辛かった。うんうん。え、こっちの方が辛いって感じ。え、さっきの方が辛いって感じ。さっきの方が甘さが甘い。こちらはあの同じインドミーブランドで、辛い味の焼きそばです。で、あの先よりとあまり変わらないですけど、ただもうちょっとあの辛いソースとあの唐辛子が入れ込むだけです。このなんかカリカリしてたのは何ですか？カリカリのがそれあのガーリックです。焼きガーリック。だからラー油と同じ。すごい風味がいいもんね。美味しいよ。エナッパン。目を開けましょう。せーの、パッ。あ、なんか入ってる、いろいろ。これね、あ、いや、すごい。辛そう、これ。辛そう、ちょっと怖いわ。これ怖いわ。明るい。じゃあ、こう。お、すごい。全部置いてる。セラママ缶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 。ちょっとこれ怖いな。野菜の香りがする。めっちゃね、いい匂いだよね。でもパプリカの匂いする。うん、なんか、え、うん、だってさ、今さ、私見てたらさ、はーちゃんなんか赤い塊なんかみたいなところ食べてて、うん、あ、辛い辛い。かなり冷静。辛い。ちょっとにしといた方がいい。なんか、あ、もう辛い。なんだ、もうベロが辛い。うん、辛い。あ、わー、後からめっちゃ来る。やばい、もうすっごい。でもエナック、エナック、エナック、やばいかな。やばい、やめた方がいいと思う。本当に本当に本当に辛い。え、本当に一口の方がいい。これ時間経ってから来るわ。うんうんうん。辛い。ほら、舌がヒリヒリする。辛い。
じゃあこれは同じブランドインドミでアヤムグプレク味なんです。でアヤムグプレクの意味がインドネシアの特別なフライドチキン料理なんです。フライドチキンなの？はい、本物の料理がいっぱいの唐辛子、生唐辛子を乗せていて、生唐辛子を食べるので食べれるよ料理なんですけど、これがその料理の焼きそばバージョン。でも美味しいわ。美味しい。辛い。おじいちゃんいた。さっきのにもよると辛くなく感じる。こちらもインドネシア人が食べるのが大変そうなので。これ食べるのであれば辛さに強いということ。そうなの？でも病みつきになる。うん、美味しいの。美味しい。で麺完食しちゃった。え、これが最終段階？もう一個あるんですけれども、そっちの方がもっと辛いで、ただし焼きそばじゃない。あー、そう。続いては、はい、何ですか？でででで、じゃーん。辛そうなものが。やばいよ。だってもうパッケージがさ、しかもなんかそれ中に入ってるの唐辛子みたいな。辛そう。ね、ね、じゃあ開けますよ。うん、1個だけ代表して作ってみましょう。匂いするのかね。開けてすぐ。でもさ、粉とか入れるのかな。確かに中身どうなってんの。うわー、え、え、すごい。え、なんでスプーンでフォーク入ってる。え、ほんとだ。優しい。フォーク入ってる。これこんなのもうその場で食べれちゃう。ね、お湯があれば。ね。はい、こちらはインドネシアのあのナンバーワンのインスタントカップ麺のブランド、コンビです。こちらはあの超辛いバージョンで、すごい。皆さんこの辛いオイルすべて入れます。調整なの？大丈夫ですか？ドエスかな、みんな。え、全部先入れ？全部先入れっぽい。待って、粉も入れます。なんかすごい匂いするんだけど、この粉はなんかお茶みたいな。それなんかジュレみたいな。お茶みたいな。ぽい。なんか赤いのいっぱい入ってるぞ。本当だ、唐辛子めっちゃ入ってる。入れすぎ。これじゃない。これ大丈夫かな。これ誰が食べるの？これはあの勇者だけ。勇者になりたい。勇者になりたい人だけ。人かも勇者になりたい。挑戦するぞ。そうそうそう。これ絶対辛い。これがやばい。衣装って飛ばさないでね。怖いよね。全部入れなくてもいいんだよ。全部入れますよ。入れちゃうんです。すごい。え、どんな匂いする？どんな匂いする？え、でもなんか甘い匂いする？え、絶対そうだよ。辛いの食べすぎてさ、感覚が麻痺しちゃってるよ。壊れてるかな？壊れてるかな？あ、すごいすごいすごい。匂いが。匂いか。ここでも感じる。首が。しびれる。鼻の奥汗かくよね。お湯を注いでください。みんなでお湯入れる瞬間見守って。3分待ちます。いってらっしゃい。はい、ね、じゃあセラマ参加。セラママカン。セラママカン。セラママカン。よし、勝負だ。一気に一気に一気に行くの？急にそんな勇者に。え、結構行くじゃん。だってなんか行けそう。それ見た目だよ。信じて。え、ヒューシルモン。ほんと？全然いけるいける。え、いけるよ。え、ちょっと酸味がある感じなの。うん、みんな嘘ついてるの？あ、ちょっと酸味があるかな。あ、辛いね。え、でも一気にいっちゃえば全部いけちゃう。一気にいけすぎたのかな。私は個人的にはさっきの方が辛く感じる。うん、うん、後から辛い。みんなおかしくなっちゃったんじゃないの？いただきます。美味しいよ。食べた。みんな全部全部なくなっちゃった。あ、辛いよね。辛い辛い。あー、辛い辛い。スープ辛い。さっきのスープ辛いよ。喉にくる。焼きそばの方がさ、粉がさ、麺にさかかってるからさ、辛いのかな。うん、やまってるかも。どうですか？辛い。え、さっきの方が辛くない？辛いよ。さっきの方が辛くない？スープが辛い。全然辛いじゃん。え、さっきの方が辛くない？辛いけど、さっきの方が辛い。でもスープ辛い。うん、うん、あ、辛いわ。待って、辛いわ。辛い辛い辛い。
から。えな。え？暑いとやばいか。なんかピュー余裕そうだけどすっごい汗かいてる。え、汗はすっごいかく。ね。あ、あこ。暑い？そうなの。うん。ペロ。どう？あ、辛い辛い。うん。割といけちゃう？え、割といけちゃう。はい、先ほどあのいろいろな辛いものを食べて、今回最後にはちょっと甘いもので締めさせていただきます。やったー、嬉しい。すごい、これ何、はい、どっぷりして、ね、緑色グリーン。こちらはインドネシアの大ナンバーワンの人気のデザート、うん、アボガドジュースです。飲んだことないね。もうインドネシア人が大好物なの、あの、まあ、毎日に飲むようなの飲み物です。いただきますか。いいですか。いいですか。セラママカー。セラママカー。初アボカドジュース。飲むことってないもんね。え、本当に辛くないよね。アボカドの。うん。美味しい。うん、ね。あれ？あれちょっとなんか風味が似てる。アボカドはバナナも入ってるかも。アボカドだけどバナナ。バナナは入ってないのでご心配なんですけど。入ってないね。でもなんか苦手かも。チョコバナナみたいな。アボカドバナナ。やばい。でもアボカド大好きなの。アボカド毎日食べていいほど大好きなんだけど。アボカドとさ、まさかのカマミンにドッキリみたいな。バナナがない。はい、こちらの作り方がアボカドを生身を取ってチョコソースと砂糖を混ぜて。で、あの氷とミルクシェイクみたいな感じで、絶対美味しい。そういうジュースになります。美味しいけどね。美味しい。美味しいね、これね。うん、さっぱり。テレマカシー、テレマカシー、美味しかった。エナ、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 楽しかったね。いろんな、いろいろ食べれた。また新しいものが食べれて。ね、インドネシアにより行きたくなったね。行きたい。行きたい。行けるように頑張ります。ね、待ってて、ね、はい、はい、ということで今回はインドネシアのものを食べてみよう第2弾としてインスタント麺と甘い食べ物とか飲み物をいただきました、うん、どうでしたか、うん、辛いね。辛い。思ってたよりいけた。ね、ファンもいけた。確かに。いけたわ。美味しかったね。美味しかった。美味しかった。美味しかったね、これもね。ピオ全然余裕そうだった。余裕だった今回。ね。なんかもっと辛いのピオに今度挑戦してみて。いっちゃう。いっちゃう。ひとかもいっちゃう。私と一緒にやる。大変なことになる。私多分途中から画面消えるわ。はい、ということでね、今回さらにインドネシアのことを知れたんじゃないかなと思います、はい。インドネシアでこの動画を見てくれてる方、インドネシアでね、トキセンのことをよくご存知の方とかで、うん、あのおすすめの食べ物とかがあったらまたぜひ教えてください。コメントしてください。コメントしてください。また今日紹介した紅茶だったり辛いカップ麺ポップミーは日本でも買うことができるそうなので、日本の皆さんもぜひチェックしてみてください。うわー、いいよ、美味しい。ご飯も辛さの挑戦もね、皆さんもしてみてください。どのぐらいまで食べれるのかチャレンジしてね、はい。ということでインドネシアのものを食べてみよう企画第2弾は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。